完全無欠のバトルヤルビルドジニアス、いつも、ご視聴並びにチャンネル登録、いいね、まあ、高評価ですとか低評価コメントへの指摘など、いつもいつもありがとうございます。で、私がやっているこのチャンネル高校という、まあ、基本的には仮面ライダーそして、ガンバライジングにで、まあ、特化した、このチャンネルなんですけれども、もう少しで、チャンネル登録者の方がなんと2万人を、突破しようかなと、しております。まあ、始めた頃はもともとはね、その演出の動画やはりあんまり上がってなかったっていうのもあったんで、そのねガンバライジングを広めるというよりは自分で視聴するために、YouTube を使って動画を撮り始めたのが、きっかけでした。でその時は、まあ、対戦とかねそういったものもあんまり意識してなくて、まあ、未だにね昔の動画、私のね全国対戦の動画とか昔のを見ると、いやーデッキの組み方だったりとかこういう風なね使い方してるんだろうなと、謎に思う、動画もあって、まあちょっと懐かしく思えたりもしたんですけれども、そんなこんなでもう3年4年ぐらい経つのかな。で、とうとうもう2万人近くチャンネル登録者の方が、まあ、見てくれてる方、こんなにも多くなるとは思わなかったので本当に、ありがとうございます。で、まあ、皆さん分かってる通り、まあ、私喋るのが苦手なので結構ねどもったりとかもしくはうるさかったりするかもしれないんですが、よろしければ、チャンネル登録いただいてる方ですとか昔から見ていただけてる方、よろしければね最後まで、見ていただければと思います。まあ、ちょっとした雑談ではないんですがお話しさせていただければと思いまして、今回、動画を撮らせていただいております。まあ、まずなんですけれども、私のチャンネルは、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、仮面ライダーそして、まあ、それのゲームガンバライジングの、演出の動画をメインに、アップさせていただいております。当然いろんな方のご協力、許可だったりとかそういったものがないと、成立しないところになっております。今後もいろんなところに、できる限り配慮をして、ね、動画をアップしていきたいと思いますので、今後とも、よろしければねご視聴いただければと思います。で、ただその中で当然私自身も、あんまり、まあ、物事を考えずに行動してしまうことが多いので、私の発言だったりとかあとは動画に対してねお叱りとかをいただく場面もございます。で、ただそれは嫌な意味じゃなくて、できる限りね肯定的に、受け止めるように、しております。ご指摘だったりとか間違ってる部分は間違ってると、言っていただければ、すごく私自身も、勉強になりますし、間違った知識でやはり動画をね上げるわけにもいかないので、そういうのはもう遠慮なく、もうどんどんコメント欄でね言っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。まあちょっとね昔話になってしまうんですけれども、まあガンバライジングを始めて、まあだいぶ上手くなってきたなと思い始めてきたんですけれども、最近、まあ、最近といっても1ヶ月近く前なんですけれども、ちょっとアメブロの方に、私の全国対戦の動画を見ていただける機会がございまして、そこでアドバイスをもらって、特に最近なんですけれども全国対戦、面白くなってきて、ほぼ全国対戦しかやっていない状態です。なので、まあ、パンドラタワーだったりとかゲームの野望まだ全然クリアしておりません。まあ、6段始まる前には全部、終わらそうとは思ってるんですけれども、全国対戦やっぱり面白いです。ガンバライジングかなり面白いです。皆様にね面白そうだなとか遊んでみてもいいかもと思われるようなね、チャンネルを目指しておりますので、まあいろんなね、ご指摘だったりとか、例えばね良かったっていうお話だけでも結構でございますし、いろいろ、ね、ご意見いただければと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。まあ、この辺が、まあ、ちょっと、軽く伝えたかった部分ですね。で、あとはもう一点、全国対戦の動画に関して、ちょっとありまして、基本的には、ガンバライドの、お名前を隠すようにして、動画はアップさせていただいております。で、これは、まあ、公式戦もガンバライジング、今も全然行われてますし、まあ、非公式でもね、そういった大会とかもあるようなので、デッキがね、やはり、ガンバライダーのお名前がバレてしまうと、
大会とかでやっぱり支障をきたしてしまう、そういった大会の前にね、自分のデッキをどういった戦い方をしているかですとか、そういったことをね、表に出したくないという方もいらっしゃるかと思います。まあ、これは、まあ、アメブロ、まあ、ガンバライジングに関してはもう基本的に情報収集はツイッターと、アメブロで私、情報収集をさせていただいております。まあ、どういった立ち回りだったりとか、まあ、どういったデッキを使っているのか、ただ基本的にはアメブロだったりとかツイッターに関してあまりデッキ晒してる方ってほとんどいないんですよね。でそれはやっぱり大会を意識して、デッキを作ったりとか、戦ってるわけであって、まあ、そういったところでガンバラーダーのお名前を全国大会の動画で出してしまうと、やはりそういったところに、支障をきたしてしまう可能性がある。そういったところで、基本的には全国対戦の動画に関してはガンバライダーのお名前は、隠して、アップさせていただいております。この前の、全国対戦のコメントで、名前出してくださいというお話もあったんですけれども、ちょっと、まあ、そういったところがあるので、今回、まあ、今回というか多分今後もなんですけれども、全国対戦の動画に関してはガンバライダーのお名前に関しては、隠させて、アップさせていただいております。ご了承いただければと思います。で、今回ボトルマッチ5段に関しては、私自身も、ランクインを、狙ってプレイさせていただいております。なので結構、ガチでプレイしているつもりなんですけれども、まあ、結構負けてますけども、ね、結構ガチで、プレイさせていただいております。プレイ時間も半端なく今までと比べると多いですね。まあ、なぜかというと、最近やっぱりなんて言うんでしょう、こういうとあんまり良い風に聞こえないんですけれども、ちょっと有名になってきたのかなと、自分自身思うようになりました。で、まあ、こういったガンバライジングの動画、撮らせていただいているおかげで、ゲームセンターで、プレイしていると、声をかけられたりとか、ね、もしくはもう数字を見て、チャンネル登録者の方がもう2万人にもなってしまうということがあって、まあまあ、今のままのプレイスタイルではちょっとダメなのかなと、まあ、ある程度実績だったりとかそういったものも、ないと、ある程度詳しくないと、ちょっとかっこつかないなと思いまして、この人ある程度上手い人なんだ、実績あるんだっていうところを見せたくて、ランクインを目指して、プレイさせていただいております。で、まあ、あと1週間ちょっとぐらいで、まあ、ボトルマッチ6段が、稼働するかと思いますので、それまではちょっと全力で、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まあ、今回は、レアキャラ討伐祭があったので、その分思ってた以上に、ポイントが、必要になってきてしまって、もともとは3000ポイントぐらいあれば一応ランクイン入れるかな入れないかなとか思っていたんですけれども、レアキャラ討伐祭で、全国対戦ポイント、かなりねポイントがアップされちゃったので、まあ、今のところやっと、まあ、とりあえずね皆様のおかげでレアキャラ討伐祭に関しては、めでたくランクインさせていただきました。でこれと同じく、全国対戦ランキングも100位以内に、ランクインできるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。でさらにねやっぱり腕もないとというところで段位も、少し上げていかなくちゃなと思いまして、皆様のおかげで、昔からね絶対慣れないと思っていたまず鋼の段に上がれることになりました。今は鋼確か鋼3段ですね。でこっからは、まあ、6段からは、そこまでプレイ時間は、多分伸びないと思うので、まあのんびりやらせていただこうと思うので、そこまでいきなり4段5段と上がることはないかとは思うんですけれども、まあ、今後も継続して全国対戦、そして、動画アップさせていただきますので、まあ、気長にねガンバライジング好きな方は、こういったデッキもあるんだよというところで参考になればなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、とりあえず、こんなところでございます。多分ちょっと、今10分ぐらいお話しさせていただいているんですけれども、まあ、こういった雑談をするということがねなかなか、何かきっかけがないと、できない、まあ、しないところでございまして、私自身も普通の仕事もありますし、ね、できれば皆様にねどんどんガンバライジングの配信とかねいろいろ情報とかをアップしていければなとは思うんですけれども、まあ、できる限りね新しいボトルですとか新しいカードに関してはできる限り、早めにアップ、していこうと思っておりますので、よろしければね。あとはね、そういった情報などがあれば、もう Twitter だったりとか、まあ、こちらの YouTube のコメントでも結構でございますので、どしどし載せていただければと思いますので、よろしくお願いします。
まあ、ガンバライジングまだもうちょっと続きそうなので、まだまだこれからもね遊んでいきたいと思いますので、今後とも、こちらのね仮面ライダーガンバライジングのチャンネルとなってしまっておりますが、それでもよければもうしばらくね付き合っていただければと思います。まあこんなところですね。ちょっと長くなってしまいましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。で、最後ここからが本題なんですけれども、まあ2万人行くにあたって、まあ5000人そして1万人の時も同じように、このような動画をアップさせていただいたんですけれども、まあ皆様にね喜んでもらえる動画を何か流せないかなと思いまして、2万人行く前ですけれども、ちょっとした、企画をしたいと思います。まあよくある、まあ、プレゼント企画というものなんですけれども、こちらで、ご用意させていただきました。ただね、5000人の時、チャンネル登録者の方が5000人の時で1万人の時も、私が抽選をして、アップさせていただいていたところがあるので、まあ本当に抽選してんのかだったりとか、何か操作してんのかっていうお声も絶対あるかと思います。なので今回は、クイズに正解して、した方に、ちょっとしたプレゼントをと思いまして、ご用意させていただきました。で、そのクイズというのが、ライジング戦のバースト必殺技、こちら最後に、打ってるんですけれども、その、必殺技のダメージを、皆様に当てていただきたいと思っております。まあ、この画面右側に、出ているかと思うんですけれども、右側こっちかな、ここら辺、こっちのところかな、ここのところに出ていたかと思うんですけれども、で、当たった方には、もしくはね近かった方に、まあ上位3名の方に、プレゼントをしたいなと思っております。で、じゃあまず、どういったものをプレゼントするかというところで、まず先にそちらから、発表させていただきたいと思います。今後もガンバライジングを遊んでもらいたいという気持ちから、ガンバライジングのカードを、今回ご用意させていただきました。で、ただ1枚だけだとデッキとして遊べないよっていう話があると思うので、今回はある程度の枚数デッキを用意させていただきました。ちょっとまあ3名の方にっていうのはちょっとね金銭的なところで、あえて3名の方にとさせていただきました。まずは商品の1つ目、こちらパンチアイコンからチェイサーマッハ、そしてクローズでカメラダのタジャドルコンボ、こちらの3枚をセットでまず1名様に。これは私が使ってるデッキですね。最近はこのデッキでよく遊んでます。で、まずこちらを1名様に。そして2つ目なんですけれども、まあ、パンチアイコンときたらね、今度ね10アイコンもやっぱなくちゃダメかなと思いまして、10アイコン用意させていただきました。で、ただ10アイコンは、まあ、相場といいますか、お値段自体が安いものになっておりますので、ちょっと枚数が多くなります。こんな感じです。まずはよく使える、キャンペーンカードのリュータロス。あとは全部レジェンドレアですね。フォークガトリンクと、クロノスタイガー。そして、タンク、タカコミックと、最後、ライジング戦。私は基本的には、ライジング戦とクロノスと、そしてガンバライダーを入れてプレイしてます。こういう感じですね。で、まあ、ガンバライダー、最初は弱いと思うので、まあ、こんな感じで自分でデッキを作って、まあ基本的には10アイコンで固まっているので、いろいろ使いやすいと思いますので、いいんじゃないかなと思っております。で、こちらが、同じく1名様に。でですね、最後なんですけれども、まあパンチと来て、銃と来たら、まあ最後剣ですよね。やっぱり剣なんですけれども、剣はね、やっぱりね、強いカードが多い。そして高いカードがちょっと多いんですよね。で、ちょっとまあいい感じでと思ってこんなカードを用意させていただきました。まあ私自身はこのデッキ使ってないんですけども、最近よく見かけるんじゃないかなと思います。ボトルマッチ5段でかなり多かったデッキじゃないかなと思います。まずは、ゲームとエグゼイド、これじゃボトルマッチ5段の2枚ですね。でバーストすると、こんな感じか、こんな感じでね、1枚になってかなりかっこいいですし、この2枚セットになることによってかなり強いカードになります。で、さらにそこに、こちら、ね、最近みんな嫌いな、ナイトサバイブ。こちらを、セットで
1名の方に、プレゼント、まずなので合計3名の方ですね、1名2名3名という形で、まあ、プレゼントしたいなと思っております。ただ、誰に何がいくっていうのはちょっと 選んでもらうかどうしようかはちょっと悩んでおりますので、それはちょっとね結果を見てから、発表させていただきたいと思います。でさらにそこに、まあ、あの頑張ライダーカード1枚ずつ、まあ、ポンポンポンとお付けして、これはで多分ガンバライダーカードは今これ古いのを、まあ、ゴーストのだったりとかドライブの時のドライブだったかなの時のだったりとか結構古いカードなので、新規で使うかどうかちょっと怪しいんですけども、そういう方はすいません、ちょっと IC 買っていただくか、もうこのままプレイしていただいても結構でございますし、まあ、できればプレイ用としてね、考えていただければと思います。まず応募資格、一応先にご報告させていただきたいと思います。応募資格の方は、なんだっけ、すいません、ちょっとダラダラ喋ってるんでね、ちょっと頭の中落ちてないんですけれども、まず応募資格に関しては、まず、まあ、あの突然私のチャンネルの方から、もし当たった場合ですけども、封書が届いてしまうことになるので、まあ、未成年の方は、まあ、親御さんに許可を取っていただくこと、私に住所を、知られてもいいなという方、まあ、あの変なことには使えませんので、まあ、今回のプレゼント企画にしか使えませんので大丈夫かとは思うんですが、そういった方はぜひとも応募いただければと思います。で、さらに、今後もガンバライジング、やってみたいな、もしくはガンバライジング今後も続けていくよという方、こういった方に限り、今回応募を、募集しております。応募方法なんですけれども、コメント欄を、すみません使わせていただこうかなと思っております。なのでライジングイクサのバースト必殺技一発だけ打ってます。なのでそのダメージを予想して、まあ、全部あの動画内では隠しておりますので、それを、予想してコメント欄に、まあ、5桁は行くことはないので4桁で書いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。なのである程度ガンバライジングを見たりとかやってる人じゃないとちょっと予想つかないと思いますし、まあ、あの強いカードもしくはこういったカード結構ねお値段的には結構高いカードを揃ってる何枚か入ってると思いますので、まあぜひともねこういった機会にこういったカード欲しいなという方はぜひとも、応募いただければと思います。で、ただぴったし当てるっていうの難しいと思うんですね。なので、近かった方上位3名の方とさせていただきます。でただ、まあ、当然ですけども被っちゃったりとか、もうぴったし当たった人が例えば5名6名とかってなった場合は、抽選とさせていただきますのでよろしくお願いします。であと応募期間なんですけれども7月、まあ、7日の確か土曜日ですよねの23時59分までとさせていただきます。でそれ以内に、応募いただければと思いますのでよろしくお願いします。なのでちょっとねこのカード当てる自信があるですとか、まあ、あの参加してみたいという方はコメント欄にどしどし、ライジン私のこの右側の動画のライジング戦のバースト必殺技の、ダメージを、予測して、バンバン記載していただければと思いますのでよろしくお願いします。というわけで以上、簡単なご報告となりました。で、まあ、ちょっと最後、まあ、一言何か言わせていただこうと思ったのですがなかなか思いつかないですね。あんまこういう雑談苦手なのですいません、まあ、ただちょっと言えることは私自身、ガンバライジングの動画、まあ、アップさせていただいて、そして仮面ライダーのおもちゃとかね、集めさせていただいて、やっぱりね、結構たまにコメント欄とかでやっぱ詳しくないとか、まあ、ガンバライジングうまくないって言われる方結構いらっしゃるんですけども、まあ、本当、まあ、その通りだと思います。私自身も、そこまでねもう熱狂的にわーってもうすごくもう見てるわけでもないですし、まあ好きなことには私自身がね仮面ライダーそしてガンバライジング好きなことには変わりないですし、今後とも、こういった形で、だらだらアップさせていただこうとは思いますので、あんまりにもね私自身への、批判でしたら全然いいんですけれども、あまりにもちょっとガンバライジングであったりとか他の人へのね、まあそういう否定的なコメントとかを見た場合は、ちょっと遠慮なく削除させていただこうかと思いますので、そちらに関してはご了承いただければと思います。でそして、こんなに、チャンネル登録していただいてコメントも寄せていただいて、本当に嬉しく思っております。でもうこうね普通に考えたら
ゲームセンターでゲームをプレイしていて声をかけられるなんてそんなことは普通ないはずなんですよね。普通だったらもう声なんてかけられる、よっぽどもうどんな人がやってんだっていう話ですし、まあ、私の、まあ、当然私の力ではないですし、仮面ライダーそしてガンバライジングのおかげではあるかと思っております。で、今後も私自身もね、あの仮面ライダーそしてガンバライジング大好きですし、プレイしていてうわーって負けた悔しいっていう時はあるんですけれども、あまり、否定的な、ことは言わないようにしております。結構やっぱり、あ、運だなーとか、あの運ゲーだとか、もしくは、ね、やっぱシステムおかしいんじゃないかっていう話とかたまに、まあ、聞くんですけれども、それを言ったら多分もう勝てないと、私は思っておりますので、そういった意見は言わないように今後も楽しく、そして、皆様にね熱い戦いを見せられる、ちょっと変なあれなんですけども、そういったね、あの面白さ熱さとかそういったものをね、皆様に少しでも感じてもらえるような動画チャンネルを目指して、今後とも、ダラダラになってしまうかもしれないんですが、アップしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。もうすぐ30分になっちゃいますね。本当すいませんでした。で、というわけで、まあ、今回はねその雑談と、最近のガンバライジング、かなり本当楽しくなってきました。本当アメブロの方にはお世話になりっぱなしですし、やっぱり、ガンバライジング有名な方、上手い方っていうのは基本的にアメブロに集まっていると私は思っております。当然そういった方たちの方が、上手いですし経験も積んでますし、私の知らない知識いっぱい持ってるんですよね。なのでそういう方に負けないぐらい、私のプレイだったりとかデッキ、そして、このチャンネル自体もそういったアメブロの方、そして強い、ガンバライダーの方に負けないように、遊んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では、亡くなってしまって申し訳ございません、チャンネル高校2万人突破直前の、動画となりました。ご視聴ありがとうございます。で、あとこのクイズの発表に関しては、7月8日9日、まあ、6段が開始する前に発表したいと思いますのでよろしくお願いします。では、最後になりますがご視聴ありがとうございました。